どうも疲れ様ですす本日日のコイン月光7月20日になりますいやー朝から暑いですね朝7時、ジャスト、えー、今回上場しているコインが1万4918ということで、えー、増えてきましたそして、えー、取引所には1158と、まあ、これはあまり変わらないですね、えー、それからなんといっても時価総額が久しぶりに400兆円超えたんですよ、えー、これはですねトランプ大統領が大統領就任後も暗号通貨に結構前向きなんですよね で、暗号通貨市場の保護をしていきたいっていうこと。まあ、あそういった発信を続けていることと、あと、暗号通貨、ビットコインカンファレンスに出席する意向だということで、何がしかのスピーチがそこでね、聞けるかもしれませんね。まあ、あとにかく、トランプ大統領が就任するのはほぼ間違いないのかなと。バイデン大統領はね、あのー、 これ辞退してますからねそれから中国習近平さんが脳梗塞で倒れたということが伝えられておりますこちらの方まだ確認取れてませんけど第一報が届いてますんでほぼ間違いないでしょうまあそうなるとねおそらくアメリカ一強の時代がこの秋から2025年に渡っ で来るんではないかなと思いいますねいや、ますます国際情勢、目が離せないかなということと、あとトランプ大統領が実際に大統領に就任しますと、ロシア・ウクライナ紛争も終わっていくんではないかなと、つまり、プーチンに最も強い、プーチン大統領に最も強いパイプを持ってるのが、他ならぬあのトランプ大統領なんですよね。まあ、ここに 我々はね、安倍総理がいればもっと力強い関係になったんでしょうけども、今回安倍総理はいらっしゃいませんので、まあ岸田さんではとてもじゃないけどもね、役不足で、まああまりにもね、G7 に肩入れすぎて、今回 G7 からアメリカも抜けるって言ってますんで、日本としてはね、はしごを外された状態になるんじゃないかなってことです。まあそうなると、岸田総理は、あ全く外交も、 先見の命もないということで、もう議員人生終わりかなというところで、広島1区からもね、もう落選運動がかなり激しく起きてますね。まあ岸田さんにはもう国会議員であっても欲しくないかなと。まあ、当然、息子さんも秘書官としてはもう、 お、おさらばということになりますけどもね。はい、ちょっと話題がずれましたが、久しぶりに400兆円を超えた暗号通貨マーケットでございます。ビットコインが急伸して、えー、100、100台、1000万飛んで5万円ということでね、かなりの金額をつけてます。1000万飛んで54万ですね。失礼しました。桁がどうもね、呼びにくいですね。それからイーサリアムは55万まで復活してきて、これもまあ心配ないかなっていうところです。で、えっ、ー、と、リップルが90円台を固く守っていることと、カルダノがいまいちなんですが、まあ70円前後に今、 一致してるかなっていうところで、やっぱり、私としては体のにね、やっぱこう、1ドル、2ドルぐらいの金額を早くつけてもらいたいなと思ってるとことでございます。芝にもちょっと伸び悩んで、0.003円から中抜け、抜け切らないところがありますけども、1月にご購入いただいた方はね、全員利格もしくは含み益がずっと続いている状態ということで、芝のコイン、良かったでしょ ?0.0014 円以下で買った方は全員プラスでございます。 はい、えーと。あとは注目の声は特にありませんので、以上になります。お疲れ様です。